ここの場所は、はい、ここがですね、三崎の間と言います。はい、はい、で、まあそれぞれ全4部屋あってですね、それぞれの部屋に、名前がついてて、もう室戸岬をですね象徴するような、名前で、ここは三崎の間って言います。スナックのなんかカンカランみたいなのあるんじゃないですか、うん、そんなあのあれだったんですよ。お客さんの共有のスペースになってます。でここで、食事したり、まあ、雑談したり、まあ、軽く飲んだり、そんな感じであのみんなが集うようなスペースになってます。料理はその料理家の有本くりみちゃんっていう子が知り合いにいて、そのレシピ通りに私が作って、提供すると。室戸の、お魚野菜を中心に、使った季節の旬なものを提供する。私としてはですね、まあ、できることをやりたいなと。このアルコールの消毒ですとか、あとはもう、この体温計ですね、チェックインの時に、測らせていただくと。そう、36.4度、すごいですね、平熱 36.4度。お客さんがこの触るようなところを次亜塩素酸水とかで、もう拭いていくっていう。すげえ。押し入れの中に押し入れがあったんですよ、これ。面白い。ここが森の間。森の間。はい、失礼します。なんか鳥の声聞こえますね。そう、もうそれがもう目覚ましの代わりになってて。いやー、綺麗。ちょっとそう、山側に入ったらこんなね、いい景色のいいお庭があるお宅があるなんて。何もないですもん、もう。うん、大自然。うん、あと、まあ、歴史文化。うん、で食、この3つがなんか合わさってるところがいいなと思ってて、で室戸ってもうね、ジオパークで、で空海お遍路文化があって、で海産物、西山大地の野菜も食も揃ってて、まあ、コンパクトにこう揃ってるなと思って、それであのここにしたんですけど、一応まあもうこの辺でやめとこうかな。そうで、ここにちょっと食材とかを入れて、いいですね。で、グリル置いて、そうで、まあ、ちょっとカフェとかバーベキューとかできるようにしたいな。うん。